そうですね、この展開はもう地元地区の、はい、東北地区の坂本修輝君に櫻井選手がつくレースなんですけど、はいはい、まあ、そこが一番本戦ですかね、このレースは、はいはい、そこに菅原君のラインと、はい、東谷君のラインと泉谷君のラインがどう戦うかですよね、はい、まあ、見てると多分みんな思ってるのは菅原君とかも思ってることは泉谷君の3番手を取って先まくりしたいなっていうことを思ってると思うんですよね、はい、泉谷選手、はいはいはい、この櫻井選手が骨折していたってお話を先ほど聞いたんですけども、はい、今回その影響はあったりするんですかね。そうですね、骨折してなかなかね、本調子に戻すまではちょっと時間が 2、3 ヶ月かかると思うんですけど、でもやっぱり櫻井君の場合はね、上で走ってるんで意識が高いと思うので、はい、結構な速い速度で回復はしてると思うんでね、はい、はい、自己注力が、五冠さんは高いっていう話を前聞いたことがあるんですけど、はいはいはい、そのケアとかはどうしてますか。ケアはね、やっぱり自分の中で骨の仕組みとか調べたり、骨折するとどういう骨液が出たりっていうのも全部調べて。そうなんですね。そうだから、名称は分かんないけど結局自分の中でスポーツ医学はしてきてるんで、うん、はい、だから医者の先生がもう骨つきませんから移植してくださいって言われても、まあ俺の場合はいや、そんなことないんで自分でつけますって言って骨に刺激を与えながらつけたり、結構そういうことはしてましたよね。そういうことできるんですね。人間ってすごいんですよすごい、はい、すごいですね。だ、競輪選手っていうのはやっぱり普通の一般の医学では、はい、解明できないような治癒力を皆さん発揮するんで、まあ、競輪選手はだからすごいですよね。みんながみんなそうやってるわけじゃないですよね、骨に刺激を与えてくるんですけど、うん、だから自分は聞かれたらそういうことを後輩に教えますけど、はい、だからやっぱり競輪選手っていうのはいろんなことをやってるんですけど皆さんね、うん、はい、すごい面白いお話っていうか貴重な話そうだね、やっぱりね、一般のことをやってただけではね、はい、一般的にしか終わらないんで、結果が、うん、やっぱ競輪選手っていろいろ編み出しながら、はい、やっていかなきゃいけないんで、やっぱレースを走りながら体で感じていろいろ修正していかないとね、はい、はい、発走しましたね。はい、まずここは9番の馬場選手がスタートを取りましたよね、はい、ってことは菅原選手を迎え入れて菅原選手が前受けっていう形になると思うんですよね、はい、今菅原選手は前々にレースを運ぶ選手なんで、前々にレースを運ぶ選手っていうのは前レースそういうパターンが多いっていうことなんですか。ね、今ギアがみんな 3.92 でだいたい固定されてるんで、やっぱり前にいた方が楽じゃないですか。ギアっていうのは、はい、ギア倍数っていうことですか。ギア倍数ですね。 3.92 って言って、2種類あるんですけど、はい、前のギアが51枚のギア、はい、で後ろの後輪のギア、はい、後ろについてるギアが13枚のギア、はい、51×13 ってやると 3.92 って出るんですよ、はいはい、それでもう一つが前のギアが47枚のギアで後ろが12枚のギア、そうすると 3.917 ぐらいなんで、大まかに 3.92 っていう区別してるんですけど、それぞれやっぱり踏む感じが選手は当たりが違うんですよね、重く感じたり軽く感じたりするんですけど、はい、それどうしてなんですか。力のあったりある選手だったりダッシュ力のある選手はだいたい前が小さいギアを選ぶんですよね、はい、それで引っかかりを選手は欲しい、はい、踏み応えが欲しいので、はい、そういうギアを選ぶんですけど、 3.92 っていうとペダルが一周すると8m33cm 進むんです。 8m33cm、はい、ペダルが1回回ると 8m33cm 進むんで、はい、今そうっていうことですよね。走そうですね、はいはい、だ今後ろから抑え行くじゃないですか、はい、これだけでも足を使うんですよね。前にいる選手は誘導員で気風を切ってもらってるんで、はい、後ろ見てればいいじゃないですか、うん、後ろから行く選手っていうのはバンクなんで、はい、外で行くには距離を走らなきゃいけないんですよ、はい、だ結構2番の選手はもう足を使ってるんですよね、この状態で。あ、2番の坂本修輝選手ですね。で1番の選手は先に切ったじゃないですか、はい、菅原選手、はい、2番の選手もこう出た時点でもう足結構来てると思うんですよ。うーん、はい、
その辺の抑えるタイミングも選手は考えないといけなくて、はいはい、ここは坂本君が、まあ、桜井選手に頑張ってもらいたいということで今必死にかけてるんですけどね、はい、ここでじゃあ桜井選手が出ていくっていう形になるんですか。行けばいいんですけど、はい、やっぱ桜井君も、ね、前で頑張ってくる坂本周一君に、はい、なんとか、ね、あの4着までに入ってもらいたいっていうのがあるんで、ここは迎え入れて、はい、あ、楽勝、まあ、こう泉谷君がね、あの、はい、かまし行きましたね今日はね。いつもはあのジャンで残り1周半から先行するスタイルなんですけど、うん、はい、かましていくっていうのは後半でこう、そうですね、かましていくっていうのは残り1周ぐらいから、はい、あの、まあ、早めにまくっていく感じですよね、はいはい、うん、本来だったら泉谷選手が主導権を取ってレースを作るんですけど、やっぱり坂本修輝君の方があの桜井選手も後ろにつけてるし、うん、あの頑張りたいっていう気持ちが強かったんじゃないですかね、はい、なるほど。